おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日は2024年の新春特番ということで、今日はですね、いろんなところ挨拶回りしてるんですが、社長、もう僕の YouTube も結構出てますね。はい、はい、パーラーかよちゃんの、まあ、はい、代表は奥さんってことになってるの、かよ、はい、かよさんね。そうです、石川かよさんで、はい、パーラーかよちゃんという名前なんですけど、畑時代のですね、僕の西日が差したらっていう歌の登場人物になってます。よろしくお願いします。ね、社長、2023年はどんな年でしたか、去年は。いや、連勝劇作ってるんですけど、台風被害が強くて、農業はとっても大変です。あ、台風被害が大変だったもんね、はい、去年ね、はい、今年はどうですか、目標は。がっぽり儲けようって思ってます。さっきの話は結構お金の大変っていう話しかしてないけど、僕が勤めてる頃あったでしょ。あの時は相当儲かりました。そうか、もうやっぱりあれからもうだいぶ時間が経つ、15年20年近く経つと、はい、だいぶもう大変ですか今、はい、社長でも いつも顔がね若いですね。もういくつになりました。67です。67、孫12名います。わー、子供4名で孫12名います。よろしくお願いします。社長、さっきこのボタン押す前まであんなに言葉がとっても荒かったのに急に変わるね。もちろん、皆さん、沖縄県で、うるま市石川の方で、春沢してます。春沢っていうのは農家ね、農家、農業やってます。パーラーにも内地からいろんな人が来ます。YouTube とかいろんなので、Facebook で、宣伝してます。これ冗談抜きで美味しいですね、社長のところのこのバーガー。いや、自分で作ってるもんだから、飽きてしまうんですよ。社長はね、自分で人のもんはとっても美味しく感じるんですけど、一応喫茶店のオーナーもしてて、あっちこっちで、コックさんしてました、昔ね、かつてね、はい。社長、そして僕のこの YouTube を見て、僕がこのパーラーかよちゃん宣伝したのをきっかけに、はい、バサラの YouTube を見てきたという人もいたんですね、はい、千葉から警察が来ていらっしゃいました。すごいです、奥さんと子供連れですね。ね、これ本当の話です。社長、して僕はミュージシャンとしても、はい、まあ、こう付き合い長いし、はい、従業員としても付き合い長いですけど、はい、結構ミュージシャンやってた、畑仕事やってる頃はあんな歌歌うなとか、もう少し答え違う違う違う、言い訳じゃないですけど、言い訳、若い時に、自称ミュージシャンってお前で結構言ってたもんですから、あの時稼ぎなかったんですよ。まあ確かにですね、投げ銭ライブとか、あちこちで、バサラの、昭和見に行ってます。ああ、本当ですね、本当にありがとうございます。僕 もう本当にいつも言ってるんですけど、早く親を亡くしたんで、親父代わりのようにですね、はい、もうこうやって長く付き合ってますんで、はい、もういつまでも長く、はい、そしてなるべくお互い喧嘩せずに、はい、今年から笑って楽しくやりますので。今年からなの。皆さんよろしくお願いします。で、面白い、さっき電話でね、社長の挨拶行くよって言ったら、お前シュガーホールで200万かかるって言ったけど大丈夫か、本当にできるかって、もそう言われて、自分がかなったら寄付しするんですけど、農業って儲からないんですよ本当に。自分は指導の業師って、若手の子供たちに農業を教えてますので、全てボランティアです、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、で、社長はご存知だと思いますけど、僕毎月ライブハウスジグザグで、沖縄市で、はい、大交流会っていうライブやってまして、はい、今度は社長もぜひですね、はい、僕がギター弾くんで浜田省吾歌ってもらいたいなと思ってるので、歌はあまり上手じゃないです、はい、でもチャレンジしてもいいという感じでしょ。ワンフレークだけやりたいと思う。ワンフレークだけなの。いつ出るか分からず期待しててください、はいはい、社長、毎日ですね、僕の YouTube 見てくれてるみたいで、はい、ツアー先からもですね、よく頑張れよとかね、連絡来て、この間宮崎のね、はい、僕のそれこそシュガーホールプロデュースな、はい、話しましたよ電話で、はい、川上健太郎さんと、はいはい、ありがとうございます。で、送られた時に一緒に楽しくやりましょうって宣伝したので、皆さんよろしくお願いします。ということで、今日ちょっと僕もね、こう身内をちょっと紹介するような感じで恥ずかしい感じですけど、まあ、2024年の新春特番でしたので、じゃあ社長、いつも言ってます、今日も一日サラバンで一緒にいいですか。はい、はいはい、後でこれ僕のこの YouTube にですね、社長のお店の住所とか
あとなんかいろいろ編集しますので、はい、お店もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますよ社長。今日も一日サラバンジー。さすが社長、ありがとう。サラバンジー。バイバイ。